今日発表される札幌市の新型コロナウイルスの感染者は620人前後となる見込みであることが分かりました。感染者が600人を超えるのは7日連続です。また函館市ではこれまで過去最多の53人をはるかに上回る感染者が発表される見通しです。